モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズの山田です。いやー、最近さ、ジムにいじってるかスイフトいじってるかばっかりなのよ。ビートいじりたいんじゃ。今日はちょっとその、まあ、ビートのレストア企画と合わせてちょっと DIY 的なね動画を撮っていこうと思います。まあちょっと前の動画でね、僕の車オイル全然変えてないみたいな話があったんで、今回オイル交換しようと思うわけですよ。今回ちょっとね、いろいろ縁もあって変わり種のオイルを、入れることにしてみました。じゃじゃん。これどこのオイルだか知ってる？あのね、プルタミナオイルっていう、メーカーのね、メスランっていう製品なんですけど、あんまり見かけないんじゃないかと思います。まずあの量販店では、見ないと思うし、ちょっとねこうセレクトショップ的なところでしか、手に入らないようなアイテムなんですけど、粘度が 20W50、まあ、このプルタミナオイルっていうのを取り扱ってる、そのプルタミナっていうインドネシアの会社はもうあの国営企業で1957年から、やってるらしいんですよ。でこれの他にもね、ファストロンとか、いろんなのがあるんだけど、そのオイルの銘柄によってはあのランボルギーニがですね、ワークチームがオイルメインで使ってたりとか、日本でもあのスーパー GT だとアウディの一つ山レーシング、あそこがですねこのプルタミナっていう会社のオイルを使ってるらしいんですね。まあ、なんでこれ選んだかっていうとですね、結構このオイル面白いオイルで、バイク用のジャソっていうエンジンオイルの規格も取得してるんですよ。バイクって車と違って、そのシリンダー側とミッション側と同じオイル使うんですよね。ミニ乗ってる人からすごい支持されてるんですって。クラシックミニね、ちなみにクラシックミニも、バイクと同じようにそのミッション、そのギアオイルとエンジンオイルって同じものを使うんですよ。その中でこれに変えたらシフトフィールが良くなったとか、ちょっとなんか燃費が上がったとか、カリッカリのチューニングしてる状態でも全然その安定して性能が出たみたいなことを、こういろんなところで話を聞いたりとかしててですね、今回僕もじゃあせっかくだからトライしてみようかなっていうところでこのオイル挑戦してみようと思います。はい、というわけでいつものところにビートちゃんです。久々。さてビートのオイル交換なんですけど、見えるかな、このここに青いボルトがありますね。これがオイルのドレンボルトなので、こいつを抜けば、ジャバジャバとオイルが降ってきますよと。で、今ね、一応ね、スロープに乗せてて、このまんまでも作業できるんだけど、まあ一応ジャッキかけようかな。では、やっていきます。はい、馬がかかりました。サイドのジャッキアップポイントはちょっと入らなかったんでね、こっちのアームのとこでかけてます。ちなみに今回用意したのはこの17のラチェットと、これね、オイル交換自分でやるんだったら必須アイテム、オイルはそのまま何かに染み込ませて捨てちゃいけません。ホームセンターでこういう廃油ボックスっていうのを売ってますんで、それを買ってこれに古いオイルを全部入れて燃えるゴミに出しましょう。簡単なんだからサボるんじゃねえぞ。じゃあやっていこう。じゃあこいつを抜いていくぜ。じゃあ外していくぜ。いや、力入んないとはいえ、硬すぎない？なんかゴシャってなったけど、一応回った。いって！注意したいのが、このままくるくるくるって抜いて回していくと、もうこれ、オイルがダバーって出てくるんで、抜くときは、手でちょっと引っ張りながら、慎重に、これでね、さらに、あるあるのミスがこのまま、ピシュッ、ドボン！でドレンボルトをオイルまみれにするっていう大惨事が起こるので注意です。うー、よいしょ。あー、来るぞ来るぞ。何色が出てくるんだ、何色が出てくるんだい。ひゃっ、うわ真っ黒。いやー真っ黒、やばい色してんね。真っ黒だね。あちゃー、ダミだこりゃ。はい、じゃあこのままオイルが抜けるの待ちます。あらかた抜き終わりましたけど、ドレンボルトも洗っときましょうね。マグネット付きのタイプはここにいつまでも金属片がついてることになっちゃうんで外しましょうと。あれ、見えるかな、結構でかい金属片がついてるんだけど大丈夫かしら。怖いなぁ。まあ金属片ついてたとは言ったものの、こいつがいたから守ってくれてたっていうこともあるからね、
嬉しい限りです。マグネットのドレンボルトおすすめですよ。もたがれでも結構売ってます。さてさて、じゃあドレン閉めちゃいますかね。新品のワッシャーに交換。こんな感じで、ちゃんとトルクレンチで規定のトルクで閉めておきましょう。勝ちって言いましたね。はい、オッケー。はい、次はこのエレメントですね。オイルフィルター、こいつを交換していきます。見つけてしまった、サイドシールが腐っていることを。早めにやんないとダメだ。どうしよう、こっちもだ。行くで。ふん、専用のレンチがあるから、みんな専用のレンチを使ってね。あー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 、オイルが、ああ、やってしまった。手が、手が。はい、お手本のようなミスでございます。はあ、だばあ、やっちゃった。皆さんはあのようにして失敗しないように気をつけてくださいね。専用工具を使いましょう。はい、というわけで新品のオイルフィルターです。取り付けるときにですね、ここに少量のオイルを塗ると良いです。馴染ませるって感じですね。で、もうこれ塗ってあるんで、あとは取り付けるだけです。つけちゃいます。ある程度手で締め終わったら、ちゃんと工具を使って締めてくださいね。はい、無事取り付け完了しました。ビートのオイル容量っていうのは3リッターです、全部で。で、エレメント交換の場合は 2.7 リッターっていうことなんで、はい、ということで3つ使っていきます。これね、すごいのよ、このボトルのキャップがね、開かないの。このオイルね、インドネシアでは本当になんか評判がいいらしくて、要はペットボトルの蓋みたいなものだと中身を偽物に変えられちゃうっていう事象が発生してしまうんですって。なのでキャップのこの薄いところをカッターで切ってくださいとのことでした。こんなオイル初めてなんだけど、不吉祥なんだよな。あ、すんなり切れた。すんなり切れました。はい、というわけで1リットル分入りました。はい、ビートのオイルフィラーキャップはここにあります。なのでこいつを外して入れていくぜ。うっ、一気に入れすぎて溢れた。ちなみに結構この溢れるのってビートあるあるらしいよ。はい、最初の1リッターが入りました。次行ってみよう。はい、最後は 700cc 分ですね。メモリ3つ目、これがね、4メモリ切ってあるんだけど、まあ、1つが250なので、そのちょい上ぐらいですね。これ700でしょう。はい、これで 2.7 リッター入りました。無事オイル交換完了です。キャップを閉めて完了です。終了。ではですね、早速エンジンをかけてみようと思います。行くで。かかりました。一応この時に下回りでお漏らししてないか確認してくださいね、オイル漏れね。さて、では暖気も終わったので、ちょっとせっかくなんでね、オイル変えたから周りぐるっと走ってみようと思います。じゃあまずはちょっくら周りをぐるっと走ってみましょうかね。あ、音低い。面白い、音全然低い。この低回転でちょんちょんちょんってハンクラ繋ぐためにこう軽く空ぼかした時の音とか全然低いね。まあ正直なこと言うと、あんだけ真っ黒なオイルだったから、そりゃ当然だよって感じかもしれないけど、ずいぶんね、下だけで走れるなっていう感じはするね。低回転でもしっかり前進んでくれるようになったかな。今ちなみに2速で5000回転ぐらいまでかな、使ったのが。幹線道路一瞬出たけど、普通に低回転でブワーンって30-40キロぐらいまで加速したぐらいですね。ちょっと回してみようか。ちょうど信号青で車もいないし、行くよ。
構綺麗に回るようになったな。まあ、今までのオイルの方が当然ちょっとこうシャバついたオイルだったので、シャバついたって言ってもゴダフ30だから全然シャバシャバしてないんだけど、もうちょっと警戒感のある、音とかその回転の感じはしてたけど、こっちはなんかもっとこうギュッと詰まった感じだね。密度の濃い感じで、やっぱりその、まあ、Mトレック聞いてくのが6000ぐらいからなんだけど、6000前後なんだけど、そこに行くまで5000回転ぐらいまででも全然ね、こうトルク感が増したというか、まあ、こうやって言うとさ大げさだねって書かれちゃうかもしれないけど、オーナーの感想としては結構そういう感じのニュアンスかな。結構下がグーって出てきてくれているような感じ。まだちょい乗りだから正直わかんないけどね。でもね、回転は明らかにスムーズになっているわよ。いやもうコメントでね、散々皆さん書いてくれてますけどね、その大げさに驚きすぎみたいな。今のこの僕がですね、こうリアルなリアクションですからね。まあ普段からリアルなリアクションなんだけど、何でもすげえすげえって言ってるわけじゃなくて、こうやって吟味してるカットだっていっぱいあるんだぞ。だぞ。編集で使われないけど。なるべく下のギアを使って今度は上まで回してみてどうなるかやってみようと思います。いいよ、行くで。レブっちゃったのがそうなんだけど、そんな回ってなくないっていう感覚なんですよ。回転がバーンって上がってった時に、今までだったらもっとこうガヤガヤうるさくて、で、ああぶん回ってんなーみたいな感じの音で、でも思ったより今まだ7000ぐらいかっていうところだったんだけど、今ね2速か、まあ、1で加速して2って入れて、わー回るなー、回る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 、まだだよな、まだだ、ププってこうレブっちゃったんだけど、全然ね、その何？言い方悪いように聞こえるかもしれないけど、回ってる感がない。でも、しっかり回ってる。これって、何が起きてるかっていうと、すげえフラットに回ってくれるようになったので、めちゃめちゃ乗りやすいのかもしれない、これ。さて、というわけで帰ってまいりました。僕の愛車、ビートちゃんのですね、オイル交換をお送りしたわけでございますと。まあ、あくまでもね、今日の動画のメインっていうのはオイル交換をするっていうところだったんで、で入れたオイルはこちら、ウルタミナオイルのメスランっていうやつですね。で、まあ、一応近所ぐるっと10キロぐらいかな走った感想としては、まあ、まず1、アイドリングがめちゃめちゃ静かになりました。で、車内の音環境っていうのもすごく静かになりました。良くなりました。で、まあ、低回転とかはちょっとそのトルク感増したかなっていうのを感じてる。まあ言うてもまだ10キロぐらいしか走ってないので、このメスランが本当にめちゃめちゃいいのかどうかみたいなところっていうのは正直まだわかんないです。なのでちょっとこっから先もうちょっと長期的なテストをしてみたいと思ってます。まあその今ね普通に通勤で使ってて、下道5キロぐらいの高速25キロぐらいっていうのがメインの通勤経路なんですよ。それで毎日移動してて大体リッター14キロ前後っていうところなので、まあじゃあその辺の燃費はどう変わるのかとか、今高速道路乗ってないんで高速道路だとどうなのかとか、そういったところも含めてもうちょっと距離を走ってみてから皆さんにめちゃめちゃいいよとか、そうじゃなかったよとか、そういう話をしてみようと思います。ここから先しっかりテストしていくんで、みんな楽しみにしててください。でですね、このフルタミナオイルっていうのはもちろんモタガレで買えます。概要欄の方に URL 載ってますので、ぜひそっちもチェックしてください。それじゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。
今日はこのグルタミノイルのネスランを紹介させてもらいました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。